お願いします。12月6日、個性的な赤毛を揺らし、コーポレートアンバサダーを務める、玉ノ井のイベント会場に姿を見せたのは前田敦子だ。車を降りた瞬間からイベント関係者にペコリ、ペコリと頭を下げていた。芸能記者は、AKB48 時代は、MV 撮影中に段取りの悪いスタッフに、お前らプロじゃねえ、と一喝するなど鬼のセンターとして有名で、苦手なスタッフも多かった、と語る。それがこの謙虚さである。子連れ離婚から約半年、大人になったということか。広告代理店関係者は、以前は好き嫌いが激しく頑固者でしたが、今は丸くなって、現場スタッフにも優しく接するので評判は上々です。事務所独立を機に CM の年間契約料を半額にしたところ、大量のオファーが来ているようです、と語る。さらに、胸躍る前田の決意も耳にした。広告代理店関係者はこうも語った。ある著名な映画監督が、冗談半分で、作品で、ヌードは大丈夫、と聞いたら、NG、じゃないですよ、と艶っぽく笑っていたそうです。彼女の女優の道で生きる、という覚悟を感じました。前田敦子の活躍をこれからも楽しみにしたい。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。